実はスケルトンってコマンドで、弓以外にもいろんなアイテムを持たせることができるんですよね。というわけで今回は、弓以外の武器を装備させるとどうなるのか、検証したいと思います。まずは剣を装備させました。普段は遠距離攻撃ですが、剣を持つと近づいて攻撃してくるようですね。ゾンビより足が速い分厄介かもしれません。次はトライデント。こちらは投げるのではなく、剣同様に近接攻撃になるようです。というか普通に攻撃が痛い。次はクロスボウ。弓と同じように矢を打つと思いきや、こちらも近接攻撃になるようですね。次はスプラッシュポーション。またまた近接攻撃になります。秘宝、スケルトンさん、弓以外使い方がわからない。では最後、何も持っていない場合はどうなるのでしょうか？コマンドを使って手札にしてみましょう。